皆さんこんにちは、大園秀樹です。今日のテーマはインディゴ染めと藍染めの違いについてお話したいと思います。で、その前に小さな日常の出来事っていう感じで常連っていう話題なんですけどね、僕がよく昼ご飯を食べに行くうどん屋さんがあるんですけども、そこは週2、3回は必ず行くんで、注文の仕方もね、気心が知れてるというか、そこのお母さんとも仲良くさせてもらってるんで、常連ならではの注文の仕方といいますかね、今日の日替わり定食なんですかっていうふうに聞かずに、もう入っていって、座ったら今日何みたいな感じで、今日は何やで、ほんならそれ頼むわみたいな、こうスムーズにやり取りが進むんですね。で、そんなある日、僕がもうご飯を食べてると新規のお客さんが入ってきはったんですね。で、結構がたいのいい年配の方で、なんかうわ貫禄あるなと思ってたら、その人が座るか座らんかの前ぐらいにもういきなり持ち入れといて言って、俺でもこんなここまで略して言うてめちゃくちゃ常連やなと思って、そんなお母ちゃんがね言うたのが、え、何に入れるん言って、そりゃそうですよね、そんな分かるわけないやんと思いながら、ちらってこう見たら、鍋焼きうどんに入れて、そんな難しい注文当たるはずもないやろなと思いながら、ちょっとクスクス笑ったっていう話なんですけど、でそんなアホなこと言うて、インディゴと藍染めっていうのの違い、これよく聞かれることがあるんですけども、インディゴ100っていうのが藍染めと思ってる方がたまにやっぱいらっしゃるようなんで、ちょっとその辺の違いをちゃんと説明したいんですけど、インディゴっていう染料に関して言うと、これは化学染料で、ピュアインディゴっていう言い方をすると、インディゴ以外の成分が入っていないですんで、 100% っていう言葉でちょっと混同するんかもわからないんですけども、これここは今あるんですけども、これが藍染めです。本藍染め、自然の天然の藍染め 100% のものと、でこちらがピュアインディゴ 100%、 見てもほとんど履いていかないとわからないっていう部分があるんで、何がどう違うねんということなんですけども、では今言いましたように、インディゴは化学染料、そして藍染めっていうのはもちろん藍という植物から抽出した色ですね。で、この本藍染めっていうものに関したら、これ日本も江戸時代かもっと前から使われているそういう染料です。藍染めっていうのは染め方としては枷染めと言いまして、糸がこうありましたら、それをぐるぐる延長コードでもなんかこうぐるぐると巻いたようなというか、こう束の状態で桶につける、でつけてそれを今度乾かすっていうことを、徐々に何回も数回も十何回も20回も30回もっていう風に染めていく中で、少しずつ最初は黄色っぽいグリーンからどんどん染めていくごとに、だんだん深みが増していって、で最後には紺色に、濃色の紺色になっていくっていうものなんです。でも枷染めという染め方でやると、芯の部分まで染まってしまうんで、色落ちっていうのはほぼしないです。洗っていってもヒゲがついたり当たりがつくということよりも、色がどんどん褪せていくというニュアンスの方が近いかなと思うんですね。それが藍染めの本来の、例えば剣道着であったりとか、酒屋さんの前掛けとか、ああいう濃紺のものが藍染めと言われるものの代表するアイテムかなと思います。逆にそのインディゴっていう染料に関して言うと、例えばここにインディゴの染料が入った桶があります。何個もあります。で、ここの上に釘をこう打ったとして、で下に下がったり上に上がったりっていう風にこう糸を通していきながら、こっちから引っ張ると糸が下に下がったり上に上がったりしながら最後のこっち来ますよね。だ、その時に下のタンクに入った時には当然インディゴに触れて、で今度上に上がっていく時に乾いて酸化していって、でそれを繰り返す、こういう染め方のことをロープ染色って言うんです。でそのロープ染色でやる場合、下に使ってる時間っていうのがかなり短いんで、要は中まで染まらずに中空と言いまして、要は芯の部分は白いまんま、外の方だけが糸の外の方から染まっていくということになります。でこれがロープ染色っていうことで、ジーパンの色落ちを形成する、大事な染め方になるんですね。でその違いが枷染めっていうことと、その束のままドボッとつけるっていうこととロープ染色っていうことの違いが、決定的に色落ちの違いになってくるんですが、最近本藍染めの方でもロープ染色っていうのができる技術が確立されたようで、でうちが使わせてもらってる本藍染め、天然藍染め 100% っていうものも、このロープ染色っていう染め方で染められています。
でそうすることによって本藍染めなんですけど色落ちがするものになっています。でそういう技術が、まあ、僕もそれを専攻所さんで見たわけじゃないんで、そういう技術のおかげで今の藍染めっていうのは価格も安くできるようになりましたし、その色落ちも楽しむことができるようになったと、そういう、今日のお話でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日もありがとうございました。